これは昨年、この動画を植え付けの時の動画を作りました。こちらは去年植え付けて、今年の5月の中頃こういうのを切ってですね、棚を作りました。ほんで珍しいことにこの棚がですね、全部これ樹木がほとんど上と一緒でしょ。もう棚全部できてるんですよ。でこれもですね、あの棚はまあこれから作るんですが、樹木がほとんどこことここ下も樹木が変わらない、これがこの薄鉢のせいなのかっていうのが、私もちょっとこの鉢の力かなっていう、そんなはずないんですが、そんな感じがします。樹木全然落ちてないでしょ。下もこんなに伸びて、上の方ちょっとこう変えて、まあこれは芽がたくさんあるから、ここで固まってるんですが、この辺はあまり芽がないからぐーっと伸びてですね、樹木全体があまり差がないなという、こういういい結果だったのか偶然こうなったのか。昨年2鉢だけを やってみましたので、もう少しやればよかったんですが、という感じでですね。で他のはこんなの、あの樹木のというか全体にバランスうまくなってるのがないんですよ。まあその辺が魅力的かなって。今から、目先のこういう剪定を目切りをするんですが、目切りには2つの方法があるんです。でこれは棚を作るために伸びてきたところをトントンと作る切り方ですね、目切りですね。それと棚がいよいよ完成に近いのは今度ですね、これは目先をきれいに揃える、まあこういうちょっと目切りとしても2種類のやり方がありますので、まずはこちらからの棚作りの目切りを始めたいと思いますので、浅いですから、皿が浅いですからね、植え付けも根のところはかなり、ここのへりよりちょっと上上げた方が良さそうですね、ですから、素材がしっかりしてるからいい結果が出るかもしれない、そうです。まあもうちょっとこっちか、もうちょっとこっちな、これはこの鉢がうまくいくように私も願っておるんですけどね。これ、今こう目切りしてるんですが、こういうふうですね、まあいつも言うように下からこう切り上げていくと、それとですね、まあ向こうのあれでもいいですが、これがなぜ石化ヒノキ、石化という名前がついてるの、まあ時々あるんですが、これが本当の石化の名前はこれなんですよ。これ一つぐっと一つ固まっちゃう、石のように固まると、これもうちょっとほっとくと本当にぐっと固まっちゃうんですね。固まった一つの団子みたいになるんですが、それほっとくと今度そこで成長をまあしなくなるというのは
ちょっと大げさかもしれませんが、こういうところで固まっちゃう、そういう傾向にありますので、そういう目切りを、それを固まらないようにするのが一番いい目切りの方法ですね。これがなかなかどこ切ったらいいかわからんっていう感じですが、これこう上から切っとけばいいですよ。そうするとまた出てくる、この辺も一緒、ここの辺もね、これ一つの枝ですわ。こういう風に出てくればパッと切ればいいけど、もうここでぐるぐるぐるっと大きくなっちゃうと、これが石化性の芽の出方風になりますので、ここでほっとくとギューッとこう 丸くなるんですよ。こういう風にそれをちょっとこうやって伸ばして、ここから切る、こういう風に丸くなってまた困るからという感じでですね、私はこういうふうに伸ばして、こう放っとくとここでギューッと固まっちゃう。そうするとあとここから水が下へ染み込まないぐらい、固く枝が丸くなろうとするんですよ。本当に成長ぶりがよくわかる。この鉢がものすごく大きく見える。そうだね、それが今度は今日見るとこう、もうぴったり、すごい生育っていうのか、いい風にできとるなっていう感じだよ。こういうふうに、これでできたわね。こういうふうでいいんだよ。はいはい、こういう感じですね。まだ正面がわからんけどね、これを植え付けるときにこの辺の太い根を一生懸命切ってですね、処理した覚えがあるんで、この処理したとこここなのかな、ちょっと記憶にちょうどこの辺かな、大きな傷が、こぶがあったやつ治ったみたいだな。正面はこの辺かな、ちょっとこうちょっとなんて、まあいずれにしても立派になりました。これがこういう作りですね。おおよそこれあれでしょ、棚、この棚の上がったり下がったり多少はあるんですが、今度書き換え棚をまた引っ張り直せばきちっと収まります。じゃあこれはとりあえずこういう作業で終わります。これをですね、先ほどちょっとこれは時間がかかるかもしれんで、こういうね、この辺をきちっと揃えますわ。そうするとね、今私が 2,3 日前から、新芽切りのこう作業をずっと他の作品もやってるんですが、それがこういう仕事です。
こういうね、こういうことによって、これをやっておくことによって、9月10月のまあ展示会ですか、展示会に、きれいにポッと揃ってですね、展示ができると。まあそのきれいにするための目切りですね。そういうようになったじゃん。OK、こういう風です、最初のこの長い、あれを棚を作ってですね、まあ、これからは2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいずつ、目切りをしたり、この、まあ、多少の上下はこの辺もこの釣り方を変えたりしてね、完成に近づけていくということですね。まあ来年には完成ですね。来年の5月、完成していい鉢に植えるということになります。両方とも一緒ですね。結果やっぱりこの薄鉢が、相当効果があると私は見ておりますので、皆さんも早速使ってみていただければと思います。はい、じゃあ終わります。